こんにちは。こんにちは。こんにちは。センターシリアルのビデオ、今回は第12回ですね。そうですね。ちょっと間が空きましたけども、始めたいと思います。そうですね。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい。前回いつでしたっけ？2ヶ月ぐらい前。2月ぐらいですかね。そうですね。ね、うん、はい。なんか、VS でデバッグするみたいな。あー、そういうネタでしたね。確か、15.6、はい、そうそうそう、のプレビューですかね、うん、で、GCC がついてデバッグできるんで、その辺をなんか試したよ、うんうん、そうですね、来ました。じゃあ一応紹介だけしましょうかね。はい、はい、あ、松井さんからですね。はい、松井です。ツイッターではアトキキョ2でやってます。まあ、あの画面見てもらった通り、まあこんな感じでやってます。あんまあれかなみたいな。はい。はい。じゃあ、私は松岡と言います。はい。はいはい、ツイッターこのアカウントです。すごい、中の人。中の人。あんま眩しい。今日のアジェンダ、はい、アジェンダからですね。今日ないですね。はい。そうですね。じゃあちょっと戻しますと。はい。はい、2ヶ月ぐらい間が空きましたけど、はいはいはい、そうですね。その間何してたんですかね。あ、でもこの間全く顔を合わせなかったわけじゃなくて、あれですね、一緒に、はい、あのシアトルの方に、ね、そうですね、マイクロソフトのね、あのグローバルサミットっていうのがありまして、そちらの方で、2人で行ってきました。まあ、2人だけじゃなくてね、もちろんいろんな人が大勢1年に1回そこに集まる会なんですけれども、まあ、残念ながらね、内容は非公開ってことで。そうですね、 NDA なので、はい、話せない、何も喋れない、喋れない、喋れないんですが、まあシアトルは、僕は海外はシアトルに行ったのが初めてで、これで4回目ぐらいだったかな。3回4回、あ、まあ1回ビルド挟んでるから合計4回ですね。4回シアトル、まあ1回サンノゼにも行きましたけど、なんで行ってね、向こうがすごくこう過ごしやすい国というか、ね、そうですか、うん、僕は結構気に入ってるんですよ。へ、うん、まあなんかできれば移住したいみたいな。まあめちゃくちゃ高いですけどね、シアトル、うん、すごい物価が高いんで、うん、そんななんかちょっと行こうかなって思ったぐらいではちょっと難しくてね、あれなんですけど、すごいこう、なんていうんですかね、街の雰囲気とかね、僕は好きな、大変好きな街です。はい、で行って、まあグローバルサミットっていう、そのマイクロソフトのまあ技術者がいっぱい集まって、まあワイワイガヤガヤやる会。そうですね、ですね。僕はちょっと初めてだったんですけど、うん、ですから、まあ普段こうネットとかで、まあ、ブログとか、うん、ツイッターとかで、まあ、見かける人とかが、うん、まあ、顔を合わせて、うん、まあ、情報交換もまああるにあるんで、どちらかというと仲良くなるみたいな、うん、あ、そうそうですね、うん、そうそうそう、今回ね、まあなんか、まあ初回はね、本当にダメダメで、ひたすらなんかこうとりあえず参加して話聞くみたいな、そんな風だったんですけど、まああと2回目以降はできるだけなんかこう参加するみたいな感じで、で向こうのね、そのグローバルサミットだけじゃなくって、いわゆるこっちでいう勉強会、うんうん、ミートアップっていうんですけどね、ミートアップとかにも夜参加したりとかするように、できるだけね、せっかくね、向こうへ招待じゃないんで、自分でお金払って行ってます。交通費は出さなきゃいけないんで、お金払って行ってるので、せっかく行ってね、向こうの人と交流できるので、こう向こうで活躍している人たちと直接なんかこう交流できたらいいなみたいな感じで行ってはやってるんですけど、今回は特にね、もう無理やり発表できる場があるんだったら、ねじ込んで拙い英語で発表してしまえみたいな感じでチャレンジングなことをちょっといろいろやってきました。うん、まあすごく充実して、なんか満足 しましたみたいな感じで、中身が公表されるのはちょっと何ヶ月後か、
か、うん、そうですね、非公開なのはそういう、うん、まあこうなんというかテクノロジーの、こう一般にはまだちょっと公開できないとか、まあ、あるいはそういうところでね、こう僕らがその先にそういう技術を知れたとしても、そのまま織田物になるものもあるので要するにあの、ね、あの製品化されないとかね、そういう技術もあるので、ね、まあ、とは言ってもね、僕の場合はこう MVP のそのジャンルがビジュアルスタジオ&デベロップメントテクノロジーということで、特にドットネット界隈が今オープンソース化されて、主に GitHub で、うん、こうパブリックにねやってるんで、こう大体ねものすごい先端の話はともかくとして、まあ大体なんかどんな傾向に進んでるかとかいうことは、まあぶっちゃけで言えば分かってるっていうのはあるので、なんかクローズなテクノロジーというよりはやっぱりこう対面して、うん、そう本当にこうつながりを増やしたりとか、そう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 ね、うん、ああこの人があの人なのかみたいなねその GitHub のイシューとかで書いてる人、ああこの人はあ怖い人だみたいなのが分かるみたいな。ちなみにあるじゃん、はい、一緒に Uber で、はいはいはい、出会ったドライバーの人となんか連絡先交換してたじゃないですか。ああ、あれは連絡取ってるんですか。ああ、知ってなかった。そうなんですよ。Uber ってね、皆さん聞いたことある。特にね、ちょっとニュースでたびたび取り上げられるのはなんかこう Uber のあまり良くないイメージ の取り上げられ方とかするんですけど、彼らがやったことっていうのは本当に画期的で、タクシーの自動配信システムですね、うん、配車、うん、配車システムで、で、まあ、スマホ一発でそのスマホなんでね、今いる位置で GPS で分かるので、もうなんかそこから自分の位置行きたいところをマップ上でスマホで指定して、で配車ってやるともうあらかじめ登録されてるクレジットカードからもう決済とかも行われるので、こう例えば普通のタクシーに乗ってなんかそのいくらだとか言って揉めるとかいうこともなく、極端なことすると言葉が全く通じなくてももうなんか配車して、でもう来たら乗って、で送っててもらって降ろしてもらうっていうことができるというね、本当にねこれ、うん、なかなか分かっててもうイメージ湧かなかったんですけど、自分で使ってみたらね、本当すごいシステムな、すごい画期的だと、いいな、なんで日本でできないんだみたいなのをちょっと思ったりするわけなんですけど、ね、便利だし、そうそうそう、外国人の我々からするとね、うん、助かりますね、助かりますよね、うん、でね、それはね、ドライバーはまあ日本国内だと規制が厳しいので、ドライバーの専属 のそういう会社がやってるドライバーが運転してるんですけど、普通の、ね、主婦とかね、普通そこに暇を持て余してる人とかがドライバーになるんですよ、まあ、ちょっとなんか最初それあるとそんな人がなんかドライバーで運転してるのに乗るっていうのなんかちょっと怖いイメージもあるかもしれないけど、まあ、リコメンドシステムがあるんでね、あんまりなんか横着な運転をするとかそういう人はこう評価が下がっていくので、まあ、そういうところで差別化できてるのかなって気がするんですが、まあ、それちょっとUber の全体的な話なんですけど、まあ、たまたま僕らが乗ったその Uber の車のドライバーね、なんかこうアメリカのなんか大学か高校かなんか の教師の人で、でなんか英語とかそのフランス語とか教えて、要するに言語の方を教えてる人で、で僕がなんかその拙い英語を喋り始めたら、いやそれはなんかこうやって発音するんだみたいな言われて、おおそう、うん、そうっすねみたいな、ちょっとまあ英語の勉強もしてるんで、ね、同じこと言われてるわみたいな感じでやっぱ喋れてないなとか思ったりしたんですけどね、で、まあ、ちょっと仲良くいろんな話して、で短い間だったんですけど、でまあちょっと名刺の交換させてもらったんですけど、そう、それからね、日本に帰ってきてから僕皆さん僕をこう僕の動向を追ってる人がいるかどうか知らないですけど、多分ね4月全然活動してないですよ、ツイッターもほとんど時々、ね、ほんの時々喋ってるだけでっていうのは、まあちょっとねここ2ヶ月ぐらいすごくちょっと忙しくてですね、
まあ、忙しい割に今日ビデオ撮ったりですけど、まあでも本当に一回延期しましたね。ああそうそうそう。それで2ヶ月、うん、うん、そう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 なんですよね。はい、っていうのがあって、まあそうだ、そのごたごたでねちょっと忘れてました。ちょっと連絡取ってみようかな。なんか話し相手になってくれると嬉しいなみたいな、ね、ネイティブの人とつながりたい。あともう一個はちょっと、はい、この前座の話が長い。最先端という意味では、はいはい、あのAmazon GOに、ああそうそうそう、Amazon GO ね、うん、あれはどうでした？Amazon GO はね、なんかあの自然すぎてインパクトがなかった僕には、うん、あのAmazon GO ってあの名前だけあの聞かれた方もいるかもしれないですけど、本当ね、あの今あの空いてるその1号店は本当にこう面積としては少ない、小さくて、うん、で何があるかっていうと、あの主に食い物ですよね、あの、そうですね、なんというかあの日本でいうところのコンビニのあのこう、そう、あの惣菜コーナーみたいな、そうそうそう、ああいう、うん、あ店全部そんな感じみたいな、うん、そんな感じの店なんですけど、何が画期的かというと、その店の入り口にゲートがあって、ゲートってあのちょうどあのなんだ地下鉄 の、そうそうそう、うん、改札みたいなゲートがあって、でそこからまあ入るんですけど、で一旦入るとですね、もう 何もしなくても、まあ、目の前に商品あの陳列棚があるんで、そこから自分 の好きなものを取って、うん、でカゴかなんかに入れて、でもうそのまま出ていけばいい、何もいらない、あの決済とか何もしないんですよ、そのまま持って出ていけばいい。であの店の上にそのカメラとかがあのついてるらしくて、ちょっとなんかあんまりジロジロ見るのもあれかなと思って、あんまり見なかったんですけど、どうもその画像認識で入ってからその人がどの商品を取ったかとかいうのをあのこう画像解析であの認識してるということで、今までそういうなんかこうなんていうんですか、その決済を効率化するための手段っていうのは、例えば RFID とか、うん、ああいうのは使われてたと思うんですけど、そういうの一切なしなんですよ。本当にもうカメラで撮ってて、でそれを元に、何どの商品を撮ったみたいなのを追跡していて、で、まあ、そのまま持ってなんか持ち逃げみたいな感じで、もうそのままゲートから出てくる、ゲートから出る時にも何もノーチェックなんですけど、出て、でしばらくするとその専用のその Amazon GO のスマホのアプリになんかあのリストが出てくるんですよ。そのな何と何と何を買って合計いくらみたいなのが、あとから15分ぐらいですかね、なんかしたら出てくるみたいな感じで、ね、それがあまりにもナチュラルなんですよ。本当に何て言うんです、その倉庫に行ってその欲しいものを持って出てきたみたいな、そこになんか決済に関するごたごたは一切ないみたいな感じで、そんで冒頭僕が言ったのは、なんかあまりにもこう自然すぎて、で入っても物持って出てきただけだよみたいな話で、そこがねなんかあまりにも自然すぎてね、なんか逆にインパクトがなかったんですけど、あのすごい画期的な話だと思うんですよ、うん、今話してても思うんですけど、なんか割とそのね、僕ら行った時も人がいたんですけど、うんうんうん、そのまあ、よくあるね、出るところでレジが渋滞してみたいなのが、うんうん、当然、ま、支払いがないので全くなく、でその、カードなのか現金なのかとか小銭どうだっていうのも、うん、まあ、Amazon アカウントと紐づいてて後から引かれるので、本当に欲しいものだけ取って出るっていう、こう最短の動作で、うん、そうなんですよね、まあ、最小限の動作で済んじゃう、うん、まあ、ただパッと見たかったのが、まあ、復旧の話だと思うんですけど、うん、入り口で渋滞してましたね、あれ店の入り口でね、あれはあの携帯のアプリのインストールとか、そうそうそう、まだねできて間もなかったんでだと思うんですけど、僕もそうなんですけど、あの店の入り口まで来て、でよし今からAmazon GO、ところでAmazon GO ってどうやるのみたいな感じでスマホで調べて、ああこのスマホアプリ入れるのねみたいな感じで、なんか入り口でうろうろしてる人たちが若干いましたね、うん、でもあるシステムが本当に、ソリューションでね、いろんな店舗に入ると、うん、あの共通で使えるからね、うんうん、かなりのインパクトがあるなって感じがしましたね。そう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 、あれはね本当すごいですね。まあただなんかやってることは今の段階ではまだちょっとすごすぎる、バックエンドはなんかすごすぎそうな気がしてて、うん、もうちょっと技術的にこなれないとこう幅広く展開は難しいかなっていう、うん、あのだいたいあれあの
何度か延期したみたいですよね。オープン、うん、なんか調整とかで、まあそうやってみたらわかるけど、そりゃそうだよねって、なんかあのあれなんですよ、そのカメラの死角に入ってたら大丈夫なのかとか僕らは心配するんですよ、あの技術者なので。なので、でそういうのなく、なんかもうあえて自然に振る舞ってみようと思って、なんか陳列なのかこうやって普通にやったりしてたんですけど、全部正しくトラッキングできてたんで、あれをまあ今できるだろうけど、今の技術だと結構敷居が高くて、もうちょっと今後あのこなれないと難しいだろうなって。あのバックエンドはどうなってるのかわからないですけど、すごい高コストなんじゃないかなって気がしますね、うん、あの画像認識のための計算だとかそういうので、うん、まあ Amazon なんてね AWS でやってるんだろうけど、まあ、ものすごい金かかってるだろうし、そういうのあのもちろん Amazon 自身が認識してると思うんで、今後どうやってそれをねこういう低コストでできるようにするかっていうのをやっていくんじゃないかなと、うんうん、まあ1号店としてはすごくよくできてるなと思いました、ね、うんうん、あれはあのナチュラルでいや本当、はい、そうなんですよ、あのあ新しい驚きは逆にあんまりなかった、うんうん、だからそこがすごいなと思う、うん、そこ自然な感じだ、そうそう、ものすごいナチュラルな感じでね、はい、うん、僕らはどうしてもね技術的にすごいとウォーとかって盛り上がっちゃう、上に見ちゃいますから、うん、どこで何があるかいやちょっと どれくらい経ちましたか、15分くらい、まあ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 いいんじゃないですか、はい、雑談、はいはい、で今日は、タイトルは、うん、こんな感じで、こんな感じですね、はい、GDB と、はい、VS、まあ、ビジュアルスタジオですね、うん、ビジュアルスタジオ、はいはい、ビジュアルスタジオコード、うん、との連携について、うん、はい、まあ、説明というか、まあんまり詳しく知らないので、ちょっと一緒に考えたいなと思ってこういうテーマに、うん、そうですね、僕もね、はい、あの前回そのビジュアルスタジオであの C のコードをデバッグするみたいなのやったんですけど、ぼんやりとわかるんですよ、あの、なんだ、オープン OCD でターゲットあ、前回のちょっとおさらいしますか、あ、そうですね、そうですね、そうですね、やった方がいいかな、そう、あのデバッグ機能がビジュアルスタジオコードはもうちょっと前からサポートしていて、で VS でその C のコードをあのビジュアル C++ コンパイラのインフラではなくって GCC を使い GDB を使いデバッグができるみたいなのをサポートし始めたのは割と最近の話なんですよね、うん、前回やったのがこちらですね、ちょっと画面を、じゃあ、はい、はい、はい、これちょっと前回、のこのビデオの内容の、うん、まあ、ちょっと同じほぼ同じ流れのちょっとブログの記事なんですけど、うん、まあ、ビジュアルスタジオを使ってエンベッドのプログラムをまあコンパイルして、はい、でデバッグすると、うんうん、はい、でこれ、まあ、なんでこんな話してるかというと、まあ、ビジュアルスタジオ2017の 15.6 から、うん、まあ、こういう GCC がくっついてデバッグできるという機能が、うん、はい、まあ、増えたので、うん、ちょっとやってみましょうということで、やってましたよ、はい、で、まあ、設定とかは特にはいるんですが、でデバッグですね、デバッグが、はい、まあ、ビジュアルスタジオで通常の Windows アプリケーション、例えば C シャープとかだと、まあ、F5 実行、うん、はい、まあ、ブレイク張って F5 実行するとそこでピタッと止まりますと、うん、それっていうのは、まあ、アプリケーションのエグゼと、うん、まあ、ビジュアルスタジオ、うん、がまあ連携していて、うん、まあ、そこでピタッと止めるという動きだと思うんですけど、うん、そうですね、このエンベッド、まあ、GCC のもののデバッグはこのビジュアルスタジオから GDB クライアントにまあコマンド発行して、うん、はい、で GDB クライアントが GDB サーバーというものに通信をして、うん、で GDB サーバーが実際には USB につながっているエンベッドのデバイスと通信して、うん、まあ、動いたり止まったりするという流れだと。ただちょっと、まあ、よくこの GDB サーバーとか、ね、まあ、言葉は出てくるんですけど、ね、なんだ GDB って、ね、いや、まあ GDB はまあこれからね、はい、あのあれ、そこがね、僕ちょっと割と疑問だったり、はい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 、あと、これのちょっと過去記事になるんですけど、うん、別の方かな、過去記事でですね、
その今の話はビジュアルスタジオです、はい、で、それより前のちょっと記事でそのビジュアルスタジオコードでも同じように、うん、エンベッドのデバッグができるという機能があるんですが、こちらも先ほど同様ビジュアルスタジオコードから GDB、うん、クライアント GDB サーバーという流れなんですが、はい、その GDB サーバーがですね、具体的には、うんうん、GDB サーバーという製品がこうなんか名前がついてて、うん、GDB サーバー1500円とか、うん、あの言ってるわけじゃなくてあのなんすかね、エンベッドのデバッグするときに、うん、その PyOCD というソフトウェアを使ったり、はいはい、まあ、OpenOCD というソフトウェアを使ったりと、はいはい、でこれがまあ GDB サーバーに相当するものであるというのがあるんですけど、この辺もあれなんで GDB って言ってたのに OCD っていう名前なのとか、うんうん、そうね、名称がね、うん、この辺りを今日は、はい、ちょっとググりながら、はい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 、なんか理解が深まるといいなと、うん、そうですね、なんかね、うん、その辺りね、はい、本当もやもやするんですよ、ね、じゃあこの辺りは松井さん得意いや全然そんなことないです全然そんなことないです、ね、気にはなってるんですけど、はい、なんかちゃんと調べたことはなくて、なんかこう僕らは雰囲気でデバッグしてるみたいなそんな感じです、はい、ちょっとでちょっと僕なりに、気になっているというか頭の中でこんな風に考えてますっていうのを、うんうん、ちょっと松井さんに説明して、うんうん、はい、で、モニモニできたらなと思います。はいはいはい、でまず、VS、今の GDB の話はちょっと抜きにして、うん、ビジュアルスタジオの話、うんはい、と、まあ、ビジュアルスタジオが、うんまあ、あって、はい、通常こう実行、うん、C# のものを実行しますと、はいはいはい、で、まあ、ターゲットはエグゼです。エグゼと。で、これがまあ非常にシンプルな構成だと、はい。まあそうですね。そうですよね。はい、で、なんですけど、ちょっとその GDB ってどうも、ググってみると、うんうんはい、その組み込み、エンベッドとか組み込む用と専用ではなく、うん、なんかもともとは Linux のデバッグ用のツール、うん、みたいなんですね。はいはい、まあ、グニューのデバッカーですね。あデバッカーですね、要するに。あれ、そもそも何の頭文字でしたっけ？グニューデバッカーじゃないかな。Google 先生の。グニューデバッカー。あ、グニューデバッカーの略ですね。GCC とかね、途中で変わったんですよ。グニュー C コンパイラーだったの、グニューコンパイラーコレクションとか変わった。まあ、でも GDB は変わってない。グニューデバッカーみたいですね。なので、はい、僕の頭の中では、うん、まあこれはこれです。ちょっと今大きく書きすぎちゃいましたね。はい、もうちょっと小さく書く、はい。通常は VS があって、ターゲットのエグゼがあって、はい、これが非常にシンプルな構成です、うんはい。けれども、まあ VS じゃなくて、うん、Linux の場合は、うん、実行ファイルがあって、うんはいで、実行ファイルをデバッグするために、GDB、もうこの辺ちょっと私の感覚ですよ、はいはい、GDB っていうのがいて GDB,、はい、で GDB を人が操作すると、はい、人っていうのがこう、はい、こんなんかなと、はいはいはいうん、思っています、はい、で、まあ、Linux ってほらネットワークに、うん、ネットワークでいろいろできるというところが、はいまあ、結構、はいはい最初の頃からあると思っていて、うん、なのでこのGDB でデバッグを動かしている環境と、うん、ターゲットが動いている、環境、うん、マシンが別のもできるようにということで、うん、ここに GDB サーバーで、うんうんうん、ドットコ、うんうん、この部分はこれちょっと色変えれないかな、あ、変えれた、この部分は同じマシンだけども、うんはいはいこれは別のマシン で,、はいはいはい、でここが TCP で、うんうん、接続されると、はい、これデバッグするときには、GDB を返さなきゃいけないことは返さなきゃいけない GDB サーバーに直接ということはない、ね、な UI が、まあ、今人ここにいますよね、うんはい、ここってか見えないですねベテやればいいのかな色変えたらいいんですか
い方が、その人が今ここにいるので、はいはい、人は GDP っていうのに操作をしますと、はいはいはい、で GDP が、同一マシンの中で植えてる実行ファイルをデバッグするのか、うん、リモートでやるのか、うん、リモートでやる場合のために GDB サーバーが存在してて、はいはい、GDB は、GDB サーバーと通信ができるというような位置づけじゃないかと、はいはいはい、なるほどね、なんとなくこれは合ってる気がするんです、うん、はい、で今ちょっと便宜上この GDB と書いてあるのを GDB クライアント、うん、と呼ぶ、僕はちょっとブログ上ではそれ書いてるんですけど、はいはいはい、なるほど、はい、なんかこういう経緯かなちょっと、うんうん、思いました。で、じゃあこれはいいけども、じゃあ先ほどの VS が登場しますと、はい、まあ、いわゆる IDE ですね、うんうん、で IDE に人が紐づいてます、うん、はい、じゃあ VS は、VS が、まあ、先ほどの例だと、ネイティブで直接 Excel をデバッグしてるんだけども、うんうん、はい、VS からじゃあ、Linux の実行環境、うん、デバッグするにはどうしましょうといったときに、うん、きっと頭のいい方がこういうルートで、うんうんうん、VS は GDB を操作して、うん、で GDB が、GDB サーバークライアント、あ GDB クライアントが、うん、そこで動いている Excel をデバッグする、もしくは、はい、GDBGDB クライアントが TCP 経由 GDB サーバーの方に、はい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 、ただこれ VS 動いてるマシンと基本的には同じはずですよね、うん、そうですね、ここが、こういう格好になるので、うん、うん、そうですね、そうですね、便利ですね、うん、消すの楽ですね、うん、そうそう今日ね白板をあのバッグにしようかどうしようかみたいな話ちょっとしてたんですけど、実験的にね、あのサーフェイスやってみようってこと で、こういう形になるので、はい、このライン、この、ここってちょっとありえないじゃないですか、まあ、VS が動くということは基本的には Windows PC、うんうんうん、Windows PC 上で Linux の .o デバッグなんていうケースはないので、うん、あんまりここが語られることなく、うん、ここが消えて、うん、ああなるほど、はいはい、これがまあ基本形というか、はいはい、で語り継がれたのかなと、うんうんうん、ここまではいかがですかね。ああなるほどね、僕なんか C ラングの時にどうなんだろうとか思ってたんですよね、 GDB と連携って確か今ってあの VS で C ラングで開発ができて、で C ラングでコンパイルした結果が一体何者なのかっていう話になるんだけど、もしそれがあの MinGW、 あの要するにあのなんだっけ MSVC のランタイムだけ使うあの実行形式だけどコンパイラーは C ラングという選択肢があってややこしいんですけど、この辺なんですけど、そうした場合ってデバッグはどうなるんだろうで GDB でやるのかなと思ってたんですよ、うん、多分ちょっと想像ですよ、うん、ちょっといきなりだいぶコアの方いっちゃったんですけど、 VS が直接デバッグで VS に機能をつけるとなると、はい、VS ってオープンソースじゃないので、うんうん、やっぱり詳しいとこわかんないと、うん、一方 GDB はこれオープンソースですよね、うん、先ほどの GNU であればね、うん、オープンソースなので、はいはいはい、GDB でコントロールできるっていうような、うんうん、位置づけって考えてんじゃないかなみたいな気がします。うんうんうん、で、でじゃあ これ今の考えでいこうかなと、うんうん、でじゃあ、組み込みのボード、うん、はい、組み込みのボードは当然あのクロスプラットフォームとかでなるので、はい、別マシンって扱いになりますよね、うんうん、今の図で言うと、まあ、普通に Windows ではないですねほとんど、そうですね、なのでこの黄色の、あちょうど水色出ましたね、Windows ここ Windows 、はい、なりました。下のあの緑色はこれ、先の Linux の場合ですと、うん、じゃあ、組み込みボードってどうなのっていうと、組み込みボードはこうなんか別といて、はい、でこれはまた別ハードですね、うん、別ハードがあります、はいはい、で開発中の PC と組み込みボードは、うん、まあ、縦の場合 USB で接続されてる、はい、けれども、うん、ここの通信のやり方って、うん、まあ多分ハードウェア依存、うんうん、そうですね、で、うん、まあちょっとあえて、うん、違うかもっていう、うんうんうん、
表記しますけど、例えば ZTAG とか、はい、ZTAG とか、はい、SWT、はい、まあ物理的な話ですけど、まあ、ですよね、そうですね、はい、なので、うん、ここにですね GDB サーバーが立って、はい、この GDB とつながっていると。ああ、なるほどね。でこういう歴史を踏んでいるから、うん、この、組み込み用のボードをデバッグするには、うん、VS とのつなぎは1プロセスじゃなくて、うん、GDB サーバーと GDB クライアントの2つ存在しているということじゃないかなとちょっと想像しています。なるほど、そうか。まあ、GDB のプロジェクト、あのオープンソースなんで、うん、GDB のプロジェクトの方にそのなんかものすごいあまたいっぱいあるその組み込み向けの、うんうん、サポートをなんかそのプロジェクト内でやるのも大変だろうし、まあ、こういうふうに分かれてた方が、まあ、現実的にいいっていうことはありますね。うん、で、うん、まあ、こういう流れでこういう構成が多分デファクトで、先ほど、松井さんも多分、ちょっと僕も同じなんですけど、はい、ボード依存の領域っていうのはここ、そこ、うん、そういうことですね、はい、うん、でこの GDB の部分はもう共通項、うん、はいはいはい、で、かつちょっと、中身の話になってしまうんですけども、はいはい、ユーザーから GDB の操作は、うん、いわゆるユーザーインターフェースなんですけど、うん、はいはい、このプログラムから GDB を操作するためにマシンインターフェースっていう API が用意されていて、はいはい、なので、VS 側から GDB を操作するのは MI エンジンっていうので駆動されてるんですけど、はいはい、MI エンジンは、GDB の MI に対応してます、うんうん、で GDB はみんな共通 で、うんうん、で GDB を開放することが難しいので、うん、GDB のその GDB サーバーとの通信プロトコルに合わせた GDB サーバーが各デバイスごとに用意されていると、はい、なるほどね。ああ、そうすればなんかデバイス側がもうすごい新しいのがいっぱいいっぱい出るんだけど、まあそういうのに追従するのは GDB サーバーがどうにかなれば、まあデバッグできるようになると。で、そうですね、先ほどの、じゃあ PyOCD とか OpenCD とか、うん、一体何なのそれ、 GDB って名前じゃないじゃんっていうのだけどこの GDB サーバーが具体的にこのハードウェアを用の GDB サーバーは PyOCD が対応してますとか、はいはいはい、OpenOCD とかね、なんで OCD とは言うけども、中身は GDB サーバーで応答するプログラムですみたいなものなのか。まああれでね、こうなんていうのかな、こういうことをサポートするものが GDB サーバーだというこう名称付けられてるというか、まあ僕らからするとどっちかというと GDB と通信するためのプロトコルの名前でもいいんじゃないのみたいな思うんだけど、まあそういうことなんでしょうね。GDB サーバーっていうそのさっき言ったまあ製品というかそういうあのプロダクトがあるわけではなくて、あと今そうですね、VS で話しちゃったんでここなくてもここというかここ見えないですね。そうそう、この部分はなくてもいいんじゃないかみたいな感じはしなくもないんですけど、結局 VS 以外の例えば Eclipse とか、はい、まあ Eclipse も GDB 連携できるので、うん、あ、うん、とかも GDB 連携できるので、はいはい、結局 GDB、VS 専用で作るよりは GDB のサーバーとして作った方が、うんうん、いろんなものに複数の ID に対応できる、うん、そうそうですね、うん、まあ、分かる。ああなるほど。じゃあ、GDB サーバーまあいろいろいくつか実装があるみたいなんだけど、それらのデバイスの対応状況とかって、ああそうですね、それをちょっと今朝ねググっててまだあんまりよく分からなかったです、はい、そこをちょっと、はい、まあ OpenCD はね僕ビルドはしたんですよ、バイナリーの。なんでなんかたくさんサポートしてるのは知ってるんですけど、他のなんかその OpenCD から見ますか。うん、そうですね、オープン OCD は見ると多分今の図の見てみるとだいぶ理解がしやすくなっているんですが、うん、オープン OCD は多分この辺りですよね、サポーティッドインターフェースっていうのが使って、うん、
多分分かりやすいのだと、もうちょっと大きくした。ああ、これですね。ああ、そうね。サポーティッドインターフェース。で、習ってみると分かりやすいのだと、この ST リンク V21 とか、うんうん。はいはい、ありますね。はい、これはあのニュークレアとかに載っている ST リンクですね。あとは、エンベッドで、エンベッドインターフェースチップに載ってる、うん、まあ、このシムシスダップっていう。はいはいはい、はい。なので、ちょっといくつもの、デバイスに対応している。うん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 、で、じゃあ、あとよく聞く PyOCD。うん、PyOCD は何用なのと。見るとですね。これちょっとあんまりさっきのような表でババーンとはなくてですね、うん、ここに書いてあるんですけど、シムシスダップ用、うんうん、はい、でかつリポジトリがこれエンベドマイクロ、はい、エンベドチームなので、はいはい、ということは、シムシスダップ用の、ジルビサーバーの、うん、まあ、ある意味オフィシャルに近いものはこの PyOCD で、で OpenOCD は、まあ、コミュニティベースでさまざまなものが、うん、はい、含まれるというような違いなんじゃないかと。あ、なるほどね、うん、でもなんか OpenOCD とほとんど被ってるんですね。そうです ね、先ほどこれがシムシスダップ入ってて、うん、OpenOCD もシムシスダップ、うん、サポートしてましたよね。そう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 、うん、そうで見てちょっとね今日朝見ててまだあんまりじっくり見てないんですけど、ああここにありますね、シムシスダップありますね、はい、あとこの辺のサポーティッド FTDI とか何が影響するんだろうとかちょっとあんまりよくわかんないなとか、それちょっと細かいところまでよくわかんないですね。あ、なるほどね。確か、あ、今どうなったんだろうな、ちょっと前にあの、あ、でも FTDI ありますね。この辺がありますね、うん、あのっていうのは、ESP32 シリーズが FTDI チップ経由で接続するみたいなんですよ。ビットバンみたいなやつか、うん、多分そうだと思うんですけど、うん、で、ちょっと前に僕がその OpenCD を自分でビルドした時に、うんとね、ESP32 だけなんかいろいろダメで、でよくよく調べていくと、ESP32 チームは自分のところでなんか OpenOCD をだいぶ前のバージョンからフォークしたまま、なんかあの ESP を OpenOCD みたいなやっていてですね、選択肢がちょっと僕が知ってる範囲は、うん、はい、PyOCD と OpenOCD なんですけど、はい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 、さらにESP32 用 OCD が存在してて、そう、そのどちらも名前リストに名前はあるけれども、うん、こっちの方が良さそうとか、うん、そう、うん、みたいなんですよね。今のシムシスダップみたいな感じですね。ああ、多分、ね、両方あるからどっち選んだらいいみたいな、うん、なんかあの僕ら使う側としてはね、こんだけ対応してるんだったらなんかできれば1個のオープン CD で賄えたらいいんだなっていう気はちょっとしてはいるんですが、うんうん、まあしゃあないですね。あとなんか見てたのだとは、僕も持ってないんですけど、あの J リンクとか受けますね。ああ、J リンクとか、うん、ST リンクとか、ST リンクはあれか、うん、ありましたね。ST リンクなんかね、あの、まあ、この辺のインターフェースはあれですよね、そのハードウェア依存っていう感じですよね。こういうのがね、ちょっとせっかくこれちょっとダメなやつです。ああ、ダメなやつです。すいませんね、あのまだ今カメラ切り替わってないんで、ちょっとあのこれはダメなやつらしいので、これ一例なんですけど、ここはあのちょっと見にくいかもしれないですけど、ST リンク V2 ってやつですね。こういうあの ST マイクロというあのメーカーがあって、そこがあの ARM 向けのあの CPU を出してるんですけど、まあそれのオフィシャルなあのデバッグのためのあのアダプターですね。これはまあ USB が
あの口がついていて USB でそのあの PC とつないでデバッグするとき、その例えば OpenOCD が、この SD リンクと接続して、であのターゲットのデバイスがデバッグできるようになると、うん、まあそうこういうもんですね。はい、ちなみに今その Pi OCD、うん、Open OCD、ESP32 の、うんうん、なんか使ったことあるとか聞いたことあるっていうのはそのあたりですかね。そうですね。あとは何が。あれじゃないですか、ひょっとしたら GDB 自身も GDB サーバーになるんじゃないですかね。ちょっとわかんないですけど、リモートデバッキングのために、あるんですけど、うん、多分この図でその要はフォーリナックスみたいな状態かなと思うんですけど、あ、そうそう、うん、そう、別の、うん、あのマシンのリモートデバッグをしたいみたいなことのために、リナックス用のやつかなと思うんですけど、うん、多分そうだと思います、うん、ってなると、まあ多分こんな考えじゃないかなっていうふうに、うんうん、なるほど、はい、うん、ちょっとこなれてきた、ちょっと同意が得られた、うんうん、はい、となるとちょっと、多分我々、うん、低レベルな、はいはい、が気になる人々としては、この TCP の通信とか、はいはいはい、あとこの MI とか、はいはいはい、って一体何やってるのみたいな、まあまあそうですね、気になっちゃうな。そう、なんかOpenCD が正しく動いてるかどうかを確認するのに、うん、なんかテルネットで GDB OpenCD に接続して、でマニュアルでコマンドを叩いたりできるみたいな、どっかで見たような記憶が、まあちょっと記憶があやふやなんであれなんですけど、なのでなんかその GDB クライアントと GDB サーバーの間はなんかそんな難しいプロトコルじゃなさそうだなみたいなのは、あのそれをなんかどっかで読んだような気がするんですよね。あ、この辺、うん、UI 用のポートも開いてるかもしれないですね、うん、あー、ありますね、これ OpenOCD はちょっと先ほどの、GDB とつなぐのはこっちじゃないですか、ね、TCP サーバー、あ、GDB ですね。そうか、でそれと別ポートでテルネットコマンドを受け付けるっていう感じ、ね、なるほど、そうか。でハードウェアはこれ図さっき右に書きましたけど、はいはい、上にハードウェアがついてるって感じですね。なのでここは UI 用で、うん、はい、こっちが、まあえて言うと MI 用みたいな、マシンとしてみたいな感じですかね、うん、でここが GDB サーバー、あ、違う、GDB クライアントにするので、はいはい、そうですね、でここが Eclipse じゃなくて、うん、今我々話したのは Visual Studio、うん、もしくは Visual Studio コードと、はいはいはい、ですね、うん、なるほど。でちょっと今朝ググってこの TCP サーバーのプロトコルは、うん、ちょっとねあんまり見当たらなかったですけど、うん、まあ、ちょっとあるとは思うんですけど、はい、見当たらなくて、で、一方この GDB、はい、がユーザーインターフェース用のコマンドと、はい、マシンインターフェース用のコマンドがある、はいはいはい、MI 用のは一応なんかパッとググったら出たんですよ。おうおうおう、うん、これちょっと翻訳文になっちゃってますけど、多分その人が入れやすいのと、うん、まあ、コンピューターが認識しやすい文法がちょっと違うだろうということで、うん、はいはい、MI 用、マシンインターフェース用にコマンドが用意されてるみたいですね。そうか、僕ちまちまとなんかユーザー用のあれが発行されてるんだと思ってたけど、やっぱりちゃんと分けてあるんですね、うんうん、そうですね。なんでこんな話を今したかというとですね、うん、まあ、こうは言うものの、うん、その、意外とビジュアルスタジオから、うん、この GDB 経由のデバッグがうまく動かない、うん、時があってですね、はいはいはい、OpenCD と連携してニュークレアとやった、うん、VS コードと GDB、OpenCD っていう組み合わせで、うん、結構うまく動かなくて、うん、でそういう場合はそのビジュアルスタジオコードの方、これちょっと絵的には VS になってますけど、うん、ビジュアルスタジオコードのまあこの部分に定義ファイルがあってですね、うん、JSON で、うん、でここをなんかいろいろ書くと、うん、うまく GDB が操作できる、はあ、でも意味がわからない、はあはあ、そこは、うん、今思えば多分そのマシンインターフェースの
でどういうコマンドを送るとか、どういうコマンドをどういうメッセージを受けたら次進むとか、多分そういう定義があって、あほうそのオープンを使うジレビサーバーとか、うん、もしかしたら使うターゲットによって、うん、若干 MI に投げるコマンドとか返ってくるメッセージが違うんじゃないかな。あそれなんかルールが変えれるみたいな、うん、そんな感じですかね、うん、なるほど。そこねブログにもちょっとあったかな。ちなみに今あれですよ、うん、偉そうに言ってますけどよくわからないですからね。ああ、はい、僕はもっとわかんないです僕ら雰囲気でやってる。ニュークレオのとこなんで、あ、これですね。ここですね。あ、この辺ですよね。多分。この辺はなんか JSON にサーバースターティッドっていうことで、多分その VS コードが GDB サーバーを起動して、 GDB サーバーが起動し終わったら VS コードから MI のコマンドを発行するみたいな動きになってると思うんですけど、その起動がちゃんと終わったかどうかを見るのに文字列でチェックしていて、多分その使う GDB サーバーによって返ってくる文字列が違うから、ここの書き方によってうまく動いたりとか、はい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 、あなるほど。これちょっとで、ね、やってた時は、うん、意味分からず、うん、これはじゃあこの文字を文字列をぴったり合わせるためになんか手でつないだとかしたんですね。ググったりとか、あググったりググったりし、うん、あとはそうですね、この渡来さんという方が挙げた記事が、はいはい、まあ、一番最新で、うん、僕見てる情報なんですけど、うん、こちらに書いてある、うん、けどもこれは なんでこれなのかよくわからない、あ、分からない、うん、まあ流れるパケットがそうなってたからそうしたみたいなそういうことかな、うん、なるほどね、はい、うん、っていうとちょっとなんとなく理解が深まってきたなと、うん、そうするとまあ一つは、まあ GDB、使う GDB クライアントというか GDB はまあ VS が理解できるものでないといけないけど、おそらくそこはマシンインターフェースがなんか満たされていれば大体動くでしょうと。その今 GDB は、うん、ちなみに GDB クライアントは、うん、GCC に入ってますね、はい、そうですね、あ、いいですかね、特に見なくて、うん、はい、あ、それか視聴者に見せたいんであればどうぞ。あ、いいです。あ、ジレビクライアントなぜ？それはみんな知ってるよ、ね。で、うん、で、ジレビクライアントの方はそれでいい。まあ強いて言うとジレビのバージョンとかあるかもしれないけど、まあなんか動くでしょうぞそれが、うん。どっかにバンドルされてる感じで、うん、例えば VS コードだと。なんか何だっけな、GDB ではないか、例えば Arduino のなんかエクステンションとか入れると多分内部に GDB が一緒にくっついてやってくるんじゃないかなと思うんだけど、分かんないな、そういう意味では、うん、ちょっと Arduino の場合だとあれですけど、うん、VS コードだと GCC くっついてないので、うん、まあ、要は GCC を入れて、はいはいはい、GCC 入れるとGDB も一緒に入るという感じですね、うん、じゃあ僕らとしては使う側としてはその GDB サーバーに相当するものを何を選択するかっていうのがまあ最初のポイントで、で、うん、それは、自分が使ってるデバイスに対応するそのプローブというか、まあ、さっき実物見せましたけど、うん、ST リンクとか、なんかそういうプローブに応じてサポートしていて、なおかつなんかこう自分が使える環境のもの、うんうん、を使うみたいな、そういう感じですね。もうちょっとまとめっぽい感じになってきましたけど順番的にはまず使うハードはもうあらかじめ決まってますよね、はいはい、ちょっと色変えるかな、使うハードは、まあ、本来あらかじめ決まってますと、はい、でそれが対応しててかつ一番良さそうな、うん、GDB サーバーを選ぶ必要がありますと、うんうん、でまあそんなに選択ではないですけど、まあ、GCC を入れると、まあ、GDB クライアントが入っているので、うん、まあ、GDB クライアントも意識はします、うん、であとは VS もしくは VS コードから、まあ、デバッグ実行するときに、うん、まあ、こういうラインで
ベースから GDB につながると思うんですけど、うん、ここは VS から GDB は、この JSON のファイルで、うん、どの GDB クライアントを使うかって指定しているので、はい、まあ、VS から GDB は自動的に起動がかかるんですね、うん、まあ、コマンド実行してます、はいはい、けれどもこの GDB サーバーは、うん、VS から起動してるのしてないのってちょっと問題があってですね、はい、あの自動起動できる場合もあるし、はあ、ちょっとできないからあらかじめ別のウィンドウで GDB サーバーを動かしとかなきゃいけない場合がちょっと過去にありました。前回あの VS のその解説をした時に前回の時自動起動ですね。自動ですよね。はい、そうですね。はい、ただそのそれよりちょっと前に VS コードで、はい、一部のターゲットをちょっとやる時に、まあ、自動起動がまあうまくできなくて手で動かしておいてからあの VS コード起動してる。はいはいはい。なるほどね、はい、そのあたりをちょっと気にしながらやるとトラブルが避けれるかなと、うんうん、まあ、ちなみになんか OpenOCD 使う場合はあのさっきリストを見てもらったようになんか様々なインターフェースサポートしてるんでターゲットとかで OpenOCD のまあ多分ディストリビューションの中にそのなんか定義体があるいっぱい入ってるんですよね。あ、そうですね、そうですね、うん、例えば、うん、そのさっきあの画面であの見てもらったんですけどあのその何を何の あのプローブアダプターを使うかあの ST リンクなのかなんか J リンクなのか何か何か分からんけど何かどれか自分が使いたいやつに近しいやつかまあそれズバリのものがあればベストでそいつを指定してなおかつそのターゲットのデバイスですねあの自分たちが使うその本当のターゲットデバイスとして何を使うのか主な選択肢はなんかあの CPU を選ぶ、うん、例えばまあなんだっけ ST じゃあの ST マイクロだとなんかその ARM のコーテックス M4 の何かとかのデバイスの定義体は割とメジャーなんでねあのなんか定義体見るとズバリそのもののやつがあったりするんで、まあ、そいつを指定するかあるいはない場合はなんか近しいやつをもとになんか改造するかみたいな、うん、ちょっといやテキストファイルなんでなんか中身ちょっとその合わないところを合わせてやるみたいなことをしてやるとそうするとその起動時にそのどの定義体を使うみたいなデバイスはどれでプローブはどれでみたいに指定するとそうすると OpenOCD が動き出すんでそうすればなんか GDB から接続できるというような流れみたいなね、うん、まあ大抵はね、誰かやられてるから、うん、ググって探すっていう。でねで分かんないのはそのなんかじゃあズバリのものがなかったらどうやって合わせるのかは分かんなかったですよ。なんかで今は僕テキストファイルだから中いじればいいと言ったけど、うん、なんか見ても分かったような分かんないようななんか見る人が見れば分かるのかもしれないですけど、ね、多分まあ想像ですけど、うん、まあ実装はパイ OCD とか地震ですねお結構揺れてますよお実装はのパイ OCD かとか OpenOCD なので、うんはい、多分あの定義体あのあれですよねインターフェースの定義体とか、うんボードのボードっていうか、まあ、ターゲット CPU の、ね、あの定義体なんかは実装依存かなと思うんですけどね、うんうんはいなんで OpenOCD の定義であれば OpenOCD のドキュメントにあるんじゃないかなとは思います、うんうんはいはい、なるほどねなんかアドレスが書いてあったりとかしますよねああそう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 、うん、だいたいなんかアドレスと初期化方法かな、なんか、うん、なんかちょっと見てた一時期見てたんですけどまあそんな感じのものを定義してやるみたいなこれはですね、うん、本棚が右にあるんでちょっと地震が来たら左へ避けないといけない僕いやまあ無駄ですから、はい、ちょっとびっくりしますね、はい一応ね今日話したかったのこれで、うんはいすはい、じゃあちょっと僕が想像してたところ、うんうん、なんとなくあってそうかなみたいな感じですかね、はい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 、ああそうですね、うん、だいたい僕の中の理解とも一致してあったかなと思います。で今日ちょっとエクストラのトピックがあってですね、はいはいちょっとこの図で、うんちょっと見て、はい、覚えておいてほしいか、はい、今、はい VS から、うんつなぐところは GDB、はい、
まあ、クライアントに相当もするもので、はい、GDB の MI っていうマシンインターフェースっていうのを呼んでます、うんうん、で呼んでるところは今日ちょっとあまり話しなかったですけど MI エンジンっていうのが、うん、VS にくっついてる MI エンジンで呼び出しをしていますと、はいはい、でちょっとビジュアルスタジオ起動しますけど、うん、あデモするわけじゃないです最近気がついたんですけど、うん、まあ、ビジュアルスタジオを起動するとスタートページに、まあ、あまり見ないと思いますけどスタートページに、開発者向け情報っていうのがあってるんですけど、はい、ここにですね一番今の最新の情報にちょっと気になるワードがありました。アーティングサポートフォアデバッグアダプターズとビジュアルスタジオアイドル、でこんな図があってですね、そのビジュアルスタジオから先ほどは、GDB の MI っていう経由して、GDB につなぎ込みされますと。でその上で、GDB サーバーの方でさまざまなターゲットに対応させましょうという構成だったのが、このビジュアルスタジオに関しては、VS、ビジュアルスタジオコード、ビジュアルスタジオ両方とも共通でデバッグアダプターっていうのをどうも定義をして、デバッグアダプターを各ターゲット向けに用意すれば、VS でデバッギングが可能になると、いうことをやっているみたいです。なんでですかね。なんでっていうのはなんでっていうのはあの、今あの方式で MI で動いているのにこれをやるっていうのはなんか効率がいいとかそういうことなんですか。分からないですね。整理したいとか、ね、なぜそれをやるのかっていうところまでちょっと追っかけてないんですけど、ちょっと興味深いなと思って。GDB はサポートしてる。あの要するにリファレンス実装といったらいいのか。これはですね、でこれこの、多分ここに当たる部分、はいはい、デバッグアダプターに当たる部分が、デバッグアダプターホストっていうものに思われて、でそれが、GitHub のリポに上がっています、はいはい、でこれ見ると、サンプルデバッグこうわわわっとあってですね、まあ、要は C シャープで受け口を用意されていると、で、はい、きっとインターフェース定義があって、はい、それを継承すると、はい、その VS のデバッカーからの数値が来るっていうような格好だと。なるほど、トースターって書いてあったらどうしようかと思ったなのでこういうことで、多分何がしらかそのデバイスによってばらつきで設定どうしようみたいなトラブルを避けようという動きがあるのか、先ほどのその、シンプルにするという動きなのか、まあ、ちょっと意図わかんないですけど、なんか今気にしていたところにこんなトピックが入ってきたと。ただちょっと思うところとしては、これやっちゃうとエクリプス対応はできないよねと。ああ、さっきの図もう一回出してもらっていいです？それ、そうそうそう。これは、ターゲットプロセス、デバッグアダプタープロトコルって言ってるってことは、この図で言うとこのデバッグアダプターが GDB と GDB サーバーに相当してるってことですかね。そうですね、そうだと思います。まあ、あの下のこのエクスターナルデバッカーっていうのは GDB サーバーというか、かんないですよね、イメージ的にはそうだけど、でもこれはなんか、VS コードと VS 用って話ですよね、うん、ここにもなんかちょっと GDB は LLDB、 ああなるほどね、あ、LLDB なんだ、んだ、ああ知らなかった。これ LLVM 用ですよねきっとね。おお、なるほど。あ、名前からして ね、うん、あの、わかんないですけど、あの初めて知ったけど、まで、まあ確かに LLDB でその定義されるプロトコルは GDB で定義されるプロトコルと違うから、
なんかそこにそもそも吸収すべき何かがあるっていうんだったらこうしたくなるのはまあ分からなくはないです。デバッグ側の一つだと、うん、なるほど。ああなるほどね。でじゃあこのデバッグアダプタープロトコル自身を公開してそこで共通にするのか、うん、もしくはデバッグアダプターのテンプレがあってそこで共通にするのかみたいな、はいはいはい、そこもありますよね。この図には描かれてないけど、うん、このデバッグアダプターとターゲットプロセスの間になんか GDB とか LLDB とか挟まってくるんじゃないですか。わかんないですね。もうそういう構成なら、そういう意味だと多分こっちを吸収するためのものですね、うんうんうん、左側をね。なるほどね。まあもうすでにリポ当たっているので、僕はちょっとクリックはしましたけど、はい、クリックはした。とりあえずスターつけてフォークしといたらどうですか。今朝クリックしました。はい、ああなるほど。これが先月かな、はい、マーチ26年まで、まだあんまり詳しく書かれてないですよね、文章の方にはね。まあ、デバッカーのなんかデバッカーのインターフェースを埋めてくれるのも重要なんだけど、なんかコンパイラインフラとかのをなんかどう共通化するかみたいなこともなんか埋めてほしいなって気はちょっとするんだよな、総合的に。その辺がね、今なんかビジュアルスタジオでビジュアルシンプラパラプロジェクトを作ると、そうすると一応コンパイラセットは選べるんですよね。これコンパイラコレクションセットが選べて、で何だっけな、今だとちょっと古いバージョンの VC プラパラのコンパイラとか、その最新のコンパイラもそうだし、うん、そこの選択肢の中に C ラングがあって、うん、なので本来はなんかそこに GCC を並べるべきだと思うんだけど、とりあえずこの間見た感じ全く違うじゃないですか。そうですね、 GCC は、うん、Linux の下に、うん、最新ほぼ最新の GCC がポンと入って、うん、で、サイドローディングみたいにね、うんうん、バージョン複数っていうのはなんかできなさそうな雰囲気、うんでメリットとデメリットがあると思ってて、あの方式のメリットはまあなんというか、いわゆる昔ながらのその VC プラプラのなんか決まり事になんか依存しずに、なんかメイクファイルがあってもまあいいようにやってくれるよみたいな、なんかそういうところはあって、多分こうビジュアルスタジオ触ってなかった人にとってはあっちの方が馴染みがいいような気がするんですよね、うん、だけどなんか僕らみたいにずっと今までその VC プラプラとかも触ってきたので買っては分かりますっていう人からすると、なんじゃこりゃみたいな世界で、 あっちの方はでなおかつなんか最近のそのなんというかトレンド、例えばそのプログラムのプロジェクト、うん、ビジュアル C プラプラだとその新規作成ってやると VCX プロジェっていうファイルができて、うん、でその中にそのコンパイルすべき C とか H とかそういうのはターゲットがMS ビルドの形式で書かれてみたいななってて、まああれもよメリットデメリットあるの分かってて、デメリットをなんとかしたいとは思いつつも、なんかこの間のあの方式はなんかあまりにもかけ離れててどうなんだろうって、別にこれだここまで来るんだったらインテリセンスを除けばビジュアルスタジオコードでもいいんじゃないのみたいにちょっと思ったりするんで、ビジュアルスタジオでやる意味あんまりあるんかなみたいなのがあったりするんで、僕の思いとしてはなんかコンパイラツールセットが選択できるっていうコンセプトはいいので、なんかああいうような感じでそのコンパイラとそのデバッカーがなんかこう簡単にその選択して導入できるみたいな、そういうなんかインフラを用意しつつ依存ができるだけ排除できる、でもなんか昔からやってる人にとってもそうあまり突き放した仕様じゃないみたいなところを落としどころにしてくれると移行がスムーズかなと思ってるんですよね、そのずっと使ってた人にとっても。コンパイラーのツールセットを、うん、に付番されてて、うん、で、プロジェクトファイルから参照してるだけじゃないと思う、うん、仕組み的にはね、うんうんうん、
ちょっと組み込み側からの目線で言うと、まああまり VS が組み込みのツールに優しくないというところが、うん、そうそう、うん、そうそうそう、それはべったりだからね。あのそうコンパイラーのインフラからそのなんか ID 上のさまざまなそのヘルプヘルパーの機能とかそういうのも含めて全部そのビジュアル C++ っていうインフラにべったりなんで、そこは良くないと思ってるから。あと頑張って、うん、ターゲット Linux モードですよね。うんうん、そう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 。でじゃあ、クロスプラットフォームのどうだっていうと、うん、まあちょっと ARM 別でしょ。ARM、うん、のあの、うん、UWB とかちょっと別で、うんうん、やっぱちょっと優しくないですね。で一方で、その組み込み用と向けで頑張ってるなと思うのはやっぱり VS より VS コードなんですけど、うんうん、そうそう VS コードはどちらかというと既存のものを使えるようにぐちゃぐちゃっと足されてるので、うん、例えば先ほどのツールセットで言うと、うん、例えばこのデバイスを使いたいよねいいってエクステンションを入れると裏でもうわけのわからない、うん、あのツールセットが、うん、あの知らないところにインストールされてたりとか、もともと自分の環境に入れてたものと競合してどうなっちゃったかわからないみたいな、はいはい、非常に辛い、うん、そうありますね。一番いいのはなんかまあリファレンスを用意、リファレンス実装は用意するとして、そのコンパイラとそれからデバッカーのそのインフラがなんかパッケージ化されたものがあり、そいつがなんかできるだけニュートラルな形で、例えばですけどあの MSI になって固まっててくれても鬱陶しいので。そうじゃなくて例えば ZIP になって固まってるとかでもいいので、なんかそういうのであのローカルに持ってくれば、まずそのコンパイルデバッグインフラストラクチャーすぐに構築できますっていう土台を用意しておいて、それをどうやって VS 上からなんかあの簡単にあの使えるようにできるかみたいなところを埋めてくれると、なんかそうするとそれのリファレンス実装としてビジュアル C++ がありますって状況になれば、ああじゃあ GCC はこれに沿っていいあのパッケージを用意すれば誰でもビジュアルスタジオの上でビルドデバッグできるようになるよねみたいな、うん、風に倒せると思うんですよ。なんか実際は、うん、その、GCC 側なのか、うん、ARM だったらあの、ARM の、ランチパッド、うんうんを使う場合ほとんどだと思うんですけど、うんうんうんはい、のインストールパスが固定されてればかなり良いと思うんですけど、ねうんうん、そうなんかそういう、ね、結局インストールパス変えれるじゃないですか。変えれるとツール側からどこにあるか分かんないから、どっちかのパターンでパスを指定するか、もしくは俺のパスにインストールして同じものが2箇所に入るみたいな格好になるか、どっちかかなみたいな。まあ、サイドバイサイドは環境が閉じるんならまあそれでもいいかなと思うんですね。例えばあのビジュアルスタジオの上で例えば あの ARM のビルドができますってなった場合に、なんかそれで、ビジュアルスタジオ上で ARM のなんかコンパイラセットがインストールされたら他からは参照 できないというかできるけど、それはまあでもそういう意味ではあれですよ、うん、あの前回やった、うんLinux 開発、VS の Linux 開発オプションで GCC がインストールされる、うん、VS のパスの配下なんで、はい、他とは除外してそこに入るんですけど、でも結構でかいですからね、GCC の配下はね。まあね、うんうん、まあでかいけどね、いや本当のことを言うなら、あのなんていうんです、そのシステムレベルでそのパッケージの管理が統一化されてるのがベストだけど、ああ、うん、まあ Windows ぐちゃぐちゃだし、もう無理ぶっちゃけると僕はもう無理だと思ってるんですよ。それあ無理っていうのはもうなんか諦めてるの方で無理だと思ってて、無理でしょ、ちょっとあるよ、もうそろそろやめないとな。ああ、誰かさすあの地震を起こして僕ら死んでしまう。まあ、今日はこの辺ですからね。そうか、そうか。うん、まあなんかあれですね、あのそういうのをあのちゃんとどういう形を、ね、目指してるのか、ちょっと VS チームがどう考えてるのか分かんないけど、まあいい具合になってくれるといいなとは思ってます。はい、なんかこの絵がいいですね、うん、バックが、うん、子供が描いたみたいな。
だからこれあれですよ、あのちゃんとあの皆さんが読みやすいようにわざと太いペンで書いてんですからね別に落書きが書きたかったわけじゃない読みやすいでしょぐちゃぐちゃだけど、まあですね、こういうのをちょっと通じて VS、うん、VS コード使ってるユーザーがちょっと組み込みをねやりやすくなるといいかなと思いますよね。まあなんかやること山積みですよね。僕の IL2C もなんかそんなレベルで簡単にできるようにするにはって言ったら、うん、相当未来の話、ね、やることは山積み、はい、今日はじゃあこんなところ、はい、そうですね、はいはいはい、ではまた次回ですね。じゃあまた次回よろしくお願いします、はい、はい、ではでは、はい、さよなら、バイバイ。